ビシュエシュワルプラサード・コイララ。ビシュエシュワルプラサード・コイララは、ネパール王国の政治家。第24代ネパール首相。B.P. コイララ、あるいは、単に、B.P. と呼ばれる。ネパール会議派に所属。ネパール史上初めて国会から選ばれた首相。B.P. の名で親しまれ、今も、国民的な尊敬を集める、政治家である。弟のギリジャー・プラサード・コイララは、兄の名にちなんで、B.P. コイララ保健科学大学を設立している。ビシュエシュワルプラサード・コイララ首相就任前は、ラナ家の独裁体制と戦い、会議派を率いてきた。ラナ家打倒後、国王との対立もあって首相には任命されなかった。1959年、総選挙の結果、会議派が第一党となり、首相に選出された。首相就任にあたり、マヘンドラ国王は妨害するが、インド政府に使者を送って、助けを求め、その圧力で、無事首相に就任する。就任すると、封建的土地制度の改革に着手、シャハ家やラナ家への課税、西ネパールのラージャへの課税など、民主的な改革を次々と推し進めた結果、封建勢力の反発を買い、マヘンドラ国王と対立。1960年12月15日、マヘンドラ国王はクーデターを決行、内閣を罷免、コイララは投獄される。1968年、釈放されるがインドに亡命。1976年ネパールに帰国。後半生は健康が悪化し、大部分が獄中生活と亡命生活であった。晩年の医師団の一員に、後の大統領ラーム・バラン・ヤーダブがいた。1982年7月21日。カトマンズで死亡した。兄のマートリカ・プラサード・コイララ、弟のギリジャー・プラサード・コイララもネパール首相を務めている。ありがとうございます。